ラチン回廊を巡回中の第8不評連隊の兵からシニコフ機関銃を装備する兵訓練を行うナゴルノカラバフの兵ナゴルノカラバフ共和国国防軍は国際的に未承認のアルザフ共和国の国軍。兵力は約2万人で予備約3万人の動員能力を有する。国防費は GNP の約20%に達する。ナゴルノカラバフ国防軍は ナゴルノカラバフ戦争時に出現した各主自系団に基づき編成された。アルメニア共和国軍と高度に統合されており、両国軍間での人事移動も行われている。ナゴルノカラバフ国防軍は陸軍、空軍及び防空軍の3軍種からなる。総員約1万6千人で8から12個連隊に組織される。各連隊は各強化地区を担当する。 各連隊は国内の成功点を抑えつつ、村府高地からアラクスに至るまで重心防御網を構築している。この防御網は数十キロメートルにわたる地雷原地帯オハニアンラインを含む総員250人以下。主要基地はステパナケルトのホジャル空港でアグラムとカパン飛行場も使用可能である。ホリス郊外にはヘリリギバが存在する。 防空部隊は、ステパナケルト地区に配置された高射ミサイル連隊に編成され、アルメニア空軍の防空システムに編入されている。2007年末、S-300PT-1 機が展開した。招集期間は2年間。将校の教育は、国内で行われる外、エレバン軍事大学とロシアの軍事教育施設で行われる。ありがとうございます。